2018年のドラフトで4球団の指名による抽選で交渉権を得た中日ドラゴンズに入団し、その後は期待されながらもプロの厚い壁に苦しむ日々が続いているのが、2018年の大阪桐蔭最強メンバーの中心的存在である根尾昂選手。2023年は投手に専念し、今年は一軍入りに向けて奮闘する日々を送っています。そんな根尾選手にはご両親との衝撃の関係があるようですが、それは何なのでしょうか。今回は大阪桐蔭入学前の根尾選手やご家族のことも含めて語りたいと思います。中学時代の根尾昂と大阪桐蔭高校西谷浩一監督との出会いについて、2018年の大阪桐蔭高校野球部の最強メンバーの中心的存在として活躍していた根尾昂選手は、大阪桐蔭高校へ入学する前は飛騨市立古川中学校に在籍しており、さらに所属していたリトルリーグの飛騨高山ボーイズでは、この頃から投手と遊撃手を兼任していたようで、中学3年生時代に球速146キロを記録したことから、スーパー中学生としてマスコミから注目を浴びていたのです。また、野球だけに限らず小学生の時には100メートル走で全国5位、ソフトボール投げで全国1位を記録、さらに中学の頃に全国スキー大会で優勝する経験を持つなど、もはやその身体能力は超人的と言って良いほどなのです。さらに学業の成績も優秀で、中学の頃は通知表もオール5評価を得ていました。それに加えて生徒会長を務めるなど、先生方や生徒たちからの信頼がとても厚かったことも見受けられます。そんな根尾選手について、大阪桐蔭高校監督の西谷浩一監督が知ったのは、根尾選手が中学2年生の時でした。根尾選手が所属する飛騨高山ボーイズが、大阪枚方ボーイズとの対戦が決まった際に、西谷監督は当時親交があり、大阪枚方ボーイズの監督を務めていた梶社匠氏に実力を見てほしいとのメールを送ったのです。その試合は大阪枚方ボーイズが勝利したものの、投手としてマウンドに上がった根尾選手が1失点だったことに西谷監督は驚かれたようです。そして梶社監督からのメールには、身体能力は抜群で体の中にバネがある、これが2年生ならすごい逸材じゃないかと送られていたのです。そのメールを受けてから西谷監督は根尾選手が出場する試合を視察するようになったのです。根尾選手のプレーを初めて見た時には、ショートでの守備は捕球の仕方がバラバラで、まさに荒削りという感じでしたね。ですが捕球の後の一塁への送球する動きが実にしなやかで、キューバの選手もそれを見ているようでした。梶社さんのおっしゃる通りでしたねとコメントを残したのです。また根尾選手の野球への情熱の強さも西谷監督には非常に好印象で、それ以降は根尾選手のプレーの視察のために何度も足を運び、大阪桐蔭高校の育成方針を話すようになったといいます。しかしその中で気になる点として、根尾選手は偏差値を70も出すほど学業が優秀であり、慶応高校に進学して大学の医学部へ進学する道も考えていたといいます。そのことを耳にした西谷監督は、根尾選手の意思を確認するため次のように語りかけました。もし君が医者を目指すのなら今日でお別れにしよう。うちの練習はハードだから医者になるために勉強に時間を費やすのは非常に難しいと思う。それを受けて根尾選手は、僕はプロ野球選手になりたいです、よろしくお願いしますとコメントし、大阪桐蔭高校への進学が確定したのです。そうして後日、両親からも正式に入学の意向を伝えられた西谷監督は責任の重さをかみしめたのでした。その後根尾選手が2018年の大阪桐蔭最強メンバーの中心的存在となってチームを春夏連覇に導いたのは高校野球ファンなら周知の事実です。そして根尾選手ほどのスーパー中学生を生み出し、医者になれるほどの学力を備えた愛息を快く大阪桐蔭へと送り出したご両親とは一体どのような方々なのでしょうか。スーパー中学生根尾昂を生み出したご両親とその家族とは、文武両道のスーパー中学生であった根尾昂選手のご両親はどちらも現役の医師として勤務されており、父親の根尾博さんはあの観光名所としても知られる白川郷がある岐阜県大野郡白川村の出身で、
大学は栃木県下野市に本部を置く自治医科大学を卒業し、その後は兵庫県辰野市の医療機関で4年間勤務に励み、県立岐阜病院を経て1997年に旧吉木郡宮川村の林診療所に赴任しました。なお旧吉木郡宮川村は2004年に古川町、河合村、神岡町と合併し、現在は飛騨市に統合され、ひろしさんが勤務する林診療所も現在は飛騨市宮川診療所と改名されています。またひろしさんが在籍していた自治医科大学はインフラ整備が整っていない僻地や地域医療を充実させるために各都道府県から資金を提供されて設立された医科大学となります。そして同医科大学の卒業生は授業料が免除される代わりに公立の病院で9年間そして僻地の診療所で4年半勤務することが義務付けられるのです。そうして規定の期間での勤務を終えた後は地方から出る医師が多い中で、ひろしさんは自然の環境がとっても素晴らしいところで、そこに住む子どもたちの成長を眺めているうちに居ついてしまいましたねと、今でも旧宮川村地域の医療に励んでいるのです。そしてネオ選手の母親でありひろしさんの奥様にあたる美希子さんは自治医科大学の同級生であり、結婚後は美希子さんの実家のある辰野市で暮らしていましたが、ひろしさんの岐阜病院の転勤に合わせて移住し、現在はひろしさんが勤務する宮川診療所の隣村にあたる河合診療所で勤務しています。このように両親が医師として働く環境ではネオ選手が医者を志すのは必然だったと言えます。またネオ選手は3人兄弟の末っ子にあたるのですが、兄にあたる学さんはかつて岐阜県立飛騨高校で野球部に所属し、エースとして活躍していた3年生の頃は野球部を創部以来の決勝戦まで導いたのです。残念ながら勝利にはあと一歩及びませんでしたが、翌日の新聞ではその試合で優勝した岐阜城北高校よりも飛騨高校ネオ学ぶ選手の記事が多かったとのことです。高校卒業後はご両親と同じ医師の道を志して岐阜大学医学部に進学した学ぶさんは、大学ではバスケットボール部に所属していたようです。現在は岐阜県の病院で医師として勤務している模様です。そしてネオ選手の姉にあたる春日さんは幼少の頃からスポーツが大好きだったようで、小学生の頃はスキー大会でもいい成績を残しており、また中学校の頃は早退で 800m 走に出場し県内2位の成績を残すほどでした。そしてこのお姉さんの存在がネオ選手に多大なる影響を与えたと言われています。大学は富士大学の医学部看護学科に進学し、卒業後は看護師になったようです。こうした一家の末っ子として生まれたネオ選手をご両親はどのようにして育て上げたのでしょうか。スーパー中学生ネオアキラを育て上げた両親の教育法とは、ネオ選手のアキラという名前は母親の美希子さんが命名した名前であり、もともと気持ちが高ぶるという文字で使われていたので、そこから来ているとのことでした。父親のひろしさんは息子にあたるネオ選手に対しては、私から勉強に関して口出しすることなどありませんでしたけれど、考える材料だけは与えていたのです。そこからどうするかを見守っていましたとコメントしており、聡明な息子を理解し、そして信頼していることがよくわかるようです。当然親子の絆もとても強いのではないでしょうか。ネオ選手のような文武両道なスーパー中学生が世に送り出されるのは必然だったと思います。大阪桐蔭高校でも当然ながら学業で好成績を上げていたネオアキラ選手、学生寮では常に本を読んでいたという証言もあり、求道者であることは間違いないと思います。プロの世界では現時点で期待されていたような成績は残せておらず、本格的な投手転向となった2023年もなかなか一軍に上がれない日々が続いているネオ選手ですが、決してこのままでは終わるような選手ではないはずです。ネオ選手がまた一軍マウンドに帰って素晴らしい投球を披露するのを期待して待ちましょう。